今日はハイエースのね、このフロントグリルをマットブラックにしたかったんでね、カッティングシートでね、やっていきたいと思います。それではね、ちょっとやってみます。取る場所がこことここのね、2箇所だけで、あとね、ここね、引っかかってるだけなんで、これパコーンって外れるんでね、すごい取るのは簡単です。これでね、ボルトがね、取れたんで、これね、グリルを外していきます。これ簡単で、縦引っ張るだけですね。ここにね、クリップがついてるんで、これをね、引っ張って、この真ん中についてるんで、引っ張ると、ここって取れますよ。はい、そしたらね、これね、この部分をね、取っていきます。で、ここは、こういう感じでね、この、こっち側にブニュって押すと、この黒いのがね、ここに入ってきたんで、こうね、下に下げればね、輪っこ取れてきますんでね。じゃあ早速やっていきます。でやるときに、このマイナスドライバーでもいいんですけど、なるべくこういう方のがね、傷つかないと思うんでね、ちょっとこれでやっていきます。これヘラですね、なんかこうクリップ外しみたいな。これで取れたので、ね、掃除してこれからね、シートを貼っていきたいと思います。マットブラックのねシート、これアマゾンで買いましたんで、これを貼っていきたいと思います。まず型取りしていきます。大体こんな感じで貼るだろうというところで、これちょっとシートをドライヤーで伸びるんで、このままね、こういう感じで。オフしたものがしっかり接着するみたいなんでね。はい、じゃあやってみます。
じゃあいよいよね装着していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。